義援人気5年10月20日は奈良時代の宝奨宗の僧。俗日本記によると属性は一騎士であるが、不僧略記では大和国高市軍の出身で属性を後市とする。不僧略記や東大寺洋録では、父母が長年観音菩薩に祈願して授かった子で、天武天皇により御子と共に岡本宮で養育されたという。出家して願号寺に入り有意識。 宝章を治め、流外寺、流門寺などの後が、流寺を創建した。文武天皇3年、学業宝章で稲一万束を賜り、大宝3年に僧城に任じられた。検証、正無良天皇の下で大理に工夫した。俗日本記には、先代からの行いを称され727年に、岡蓮の姓を賜り兄弟に使えることを許された、とある。 三国仏法伝通演技によれば、弟子に玄宝、行紀、竜尊、両弁などがおり、同時、同郷なども義援の門下であったという。伝説的逸話として、第五寺本、諸寺演技集、薬師寺演技によれば、奮度のあまり悪竜と返事た、大津巫子を義援と、おさむ縁が重伏し、巫女のために流宝寺を混流したとある。 義園の竜長伏伝説は竜に変じた人物が、草壁巫女に変じたものなど遺伝が多いが、竜門寺などを竜の名を冠する寺の演技端として共有され、平安時代には説話として広く伝播していた。ありがとうございます。